忙しいのを理由にしてたら、この先いつ会えるか分かったもんじゃない。それじゃ何のために生きてるか分からないよ。おかしいな。大学生になったらもっと自由な時間が増えると思ってたんだけど。そうだったかな。でも忙しすぎて訳が分からなくなることもあるけど、そうすると自分をリセットできるから。